公会長、外務省参与。NHK 解説委員長、国際連合広報センター所長、外務省大臣官房外務報道官、日本国際放送社長など歴任。東京出身。東京学芸大学附属高等学校を経て、学習院大学生形学部政治学科卒業。大学卒業後の1963年。 NHK に入局し報道局記者となる。高松放送局を経て1968年から報道局外新部。最後に支局特派員、NHK ワシントン支局特派員、NHK ロンドン支局長を経験。この間に特集番組などの企画制作にも携わった。1988年報道局国際部長を歴任。 1990年からは NHK ニュース21の編集長となり、同番組にレギュラー出演した。1991年から報道局長。1992年から海外企画局長。1996年放送総局特別主管解説委員長と昇格し、2000年に定年退職。2000年9月には、 国際連合広報センター所長に就任。さらに、2002年8月からの3年間、民間人として外務省外務報道官を務めた。2005年8月からは同職を、香取義則に譲り、自らは外務省参与となった。2006年度からは学習院、大学法学部特別客員教授及び、国連大学学長特別顧問に就任。 2008年9月より NHK などが出資し国際放送分野の強化を図るため同年4月に設立された日本国際放送の代表取締役社長を務めた日本国際フォーラム政策委員2015年株式会社海外通信放送郵便事業支援機構取締役会長2017年天皇ベトナム訪問に 外務省参与として随行。ありがとうございます。